ジャンボです。イエーイ。ということで僕ら今ツアー中なんですけども、はい。はい、まあちょっと息抜きも兼ねて、ちょっとハギちゃんの持ち込み企画。うん。まあそうです。ちょっとスプラトゥーンをみんなでやってみようって。スプラトゥーン3が本当に最近発売されたばっか。1ヶ月ぐらい前に発売されて、でアランとかと、ね、ガスとかでなんかそのホテルで一回やったもん。ツアー先でやったよね。ああ。だからみんなでこのホットなうちにやろう。なるほど。スプラトゥーンっていうのはそもそも。どういうゲームなんて説明したいんだよ。え、かぶんだよ。かぶんだよ。心配だな。あ、まあ要はなんかよくあるなんか打ち合いのゲーム。なるほど。なんだけど陣地取りゲームみたいな。そう。インクで塗るんだけどステージを、それをどううまく使うかっていうのが多分このゲーム。なるほど。ちなみにやったことあるよ、メンバーで。やったことある。あ、でもやったことあるね。ミュースさん、俺の部屋でやってたよ。あ、なんかやったね。やってた。いえ。じゃあ、ジジイはやったことないと。ジジイはやったことない。ジジイはやったことない。ジジイはやったことないと。もうゲーム見ると目が近づく。わかるわかるわかる。俺も説明のなんかやつちょっとやらせてもらってたんだけど、もうドライアイがもうすごい進行しちゃってるの。DS でかくなったなって思った。DS からだよね。DS から DS 止まってる。DS からやってない。止まってる。そうだよ。でもさ、前回さ、前回って結構前にさ、ボンバーマンってあれやったね。2年前ぐらい。あれはその後桃鉄とかやったけど、やった。まあ多分その戦う系は多分ボンバーマン以来だと思う。確かに。これはでもアランはこれが一番得ない。まあこう FPS 銃で撃つゲームが一番得ない。始まった。クラゲが立ってるな。クラゲ立ってますね。クラゲ立ってますね。銃で撃つゲームは僕一番得。一番得。これが本業。これ本業です。こちらが。なんかそのこの撮影の前に3日前ぐらいに。なんか家のポストにスプラトゥーン入れられて、マジで？なんか安井さんレベル4まで、撮影日までレベル4まで上げてくださいえ、マジでやったことないの？やったことないの。で、俺すごいやって、あ、なんか4っていうとこが出たから、あ、これでいいのかなって今日持ってやってきましたって言ったら、違うトリアルだった。チュートリアル4だった俺やって。じゃあ早速やっていきましょうよ。オッケー、やっていきましょうか。最大8人までできる。4対4で戦うから、これ3対4とかになったらだいぶ不利になる。いや、全然僕3でもいいですよ。うわっ、なんかボンバーマンの時一緒だよ、ね、流れがもう完全に。ねえ、いいですよ。じゃあそれやる。じゃあこのこっから半分区切っていこう。こう、あー、こう、あー、そうする。いいよ、いいよ。やろうよ。7人、戻る。戻る。戻る。マジやばい。慣れてきた動きが。ちょっと、もうドライアイなんですけど。始まる前から。なんだかね、瞬きするの忘れるよね。しんどいですわ。え、もう とりあえず俺なんかやった方がいいこととかありますか？ただ言ってくれればいいです。おぉ、バラ強すぎる。あとはバカバカにしちゃった。おぉ、始まったー。もうはみたいなことだよ、やっぱ。しゃー、やってやるぜ。ちょっとまずみんなが何の武器を使ってるか全然わからないけど。フルボッコだぞ。3年生ウレバッカだな。ウレバッカだな。まずこれ陣地を塗るのが大事だ。どれが自分だかまず分からん。来た来た来た、どんです、はい、これが厳しい。ちょっと待って、こっちほとんど近接武器なんだけど大丈夫。めちゃめちゃすれば勝つ。めちゃめちゃ勝つ。あれ、落ちた。乗ればいいんだよね、いっぱい。あ、落ちちゃダメだ。待って、誰が
やばい、なんか倒れた。絶対あるんだね。絶対あるんだよ。なんかだって10万もあるし、なんか何10万こっちどこに行くんですか。どこに行くんですか。すごいなんかすごいビールになったな。ちょっと向こう強いぞ。強い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 。最終的に吹っ飛ぶの形だから。塗りまくればいい。塗りまくろう。俺はもうあのチマチマしてるから石に行くわ。この感じでいきます。やばい、僕も死んでるわけだよ。塗ればいい。わっ、ちょっとやばい。うわ、なんか後ろから来てる。誰？はーい。うわー、いい感じだ。あっ、そう、あのオーロラみたいなやつ。あ、うざいな。あれ、やばい、検証したな、オーロラでしょ。アランダ強い。あっ、そう、うざい、検証
全然。あ、もうやだもん、本当に。だい。余裕入った。ちょっと敵に引くと借り込むよ。頼むよ。あ、いいよ。いやいやいや、あの、まだもう、やだ、なるよし、みんな、ついに来るよ。すげえ。やるべきだな。うわ、うわ、すごい。下が、地獄、地獄したけど。大丈夫。頼むって、行ってください。コビーです。コビー、コビー。ルフィちゃん、ルフィちゃん、今のって、行ってくる、やばいやばい。やばい。めっちゃ緑だもん。あ、でも結構いい、いい慣れました。いや、分かったな。いや、めっちゃすごかった。じゃあ、あのさ、レーザー2本くんのやばい。え、ナーツが使ってるやつは、あれ強い銃。ちょっとだけ。じゃあ、アランと一緒のやつ使ってる。強いよね、なんか。アランと一緒の使ってるなんか強かった。よかった、俺、初期の武器にするわ。え、でもいいんじゃない、この感じが。アラン12。まあ、でもいい勝負。確かに、でもちょっと強いの分かったわ。いや、分かった。じゃあ、あ、待って、もう、じゃあ本当に武器変えるわ。分かった、分かった、分かった。いいよ、普通の。確かに、いいバランスだよ。いやいやいや、これは変わらない、変わらない。変わらない。これで勝ちたい。勝ちたいんだ。ピッキングしてやるやつ。それでいこう。ピッキングしてやるわ。ピッキングしてやるわ。これ第3回目ね。第3回目。ちょっと人、自分人って言ったらもう、細や。塗装屋をやる。俺が次の武器見れる。一旦組まなくなってからいかにスピーディーローラー多いなターゲットにならないんで敵は俺はもうターゲットとにかくなんか出てるシューターでいいオッケーシールドの仕方があるんですねそれぞれロングワイプをあのエゴスが動画をしてる2人で行ったら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 行ったナイス。なんかここにちょいちょい来てるやつがいる。この辺りか。行って。ちょっと割とこっちの人数とかもあるけど。いいよいいよ。楽しい。いいよいいよ。今よかったよかった。すみません。うわ、ボム当たったわ。何だっけ？うわ！あー、ボム。ボム誰？うまいよ。カギちゃん。え？カギちゃん。こう、侵入してた。あー、カギちゃん。あー、うっせぇー！あー、届かれた。届かれた。よしよしよし。いや、でもいいよ、いいよ。いっちゃいます。やばい相手人数を頼むとこはいこっちはちょっといいんだあ、検証ありがとうはい検証がちょっと乗ってる行きますよーうわ、後ろに落ちてたよっしゃー検証行ったやったー検証行ったナイスやりましたってお、ニューピン頑張ろうぜ面白いですね、結構こっちはうわ、やられました。いやー、今回やばいね。今回、ステージ
整備のせいにしてんじゃないの。あ、そうだな。倒したから、あれかな、ニーズか、倒したニーズ。いや、ハギハギがすごい、やっぱ体調やばいよ、体調無効だから、ミスさんも一緒に3人倒してる。ミスさんも3人いってるよ。ダメだ、ケンシロウも1人倒してるから。え、俺倒さない、ダメだ。悔しい、めっちゃ。いや、まあ、アナさんも武器戻しましょう。いやいや、この武器いや、若葉ユーターがどのミスさんだ。ねえ、やばい、あとは絶対に。悔しいな、マジで。結構人数してるみたいな。定期的に潜った方がむしろ戦えてる方なんじゃない。いや、めちゃ戦えてる。チャージしてる。あっちはそれを忘れてる。人数が。あっちはそれを。あっちはなんかそれで回ってる。いや、だって経験値を2人してるから。確かに確かに確かに。ちょうどいい、ちょうどいい。受け合ってるから。まあまあまあ。あの作戦で行こう。じゃあ次の作戦に行きますよ。こっちさ、塗り師が職人じゃん。職人じゃん。職人じゃん。なんかずるいよな。いやいや、でもだってさ、中距離しかできないよ。そう、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 4号やっぱ速いな、伸びが。みんな行く道中に行くと、まだ別に行くのに当初は、うん、頑張って。楽しい。よし、これ辛いな。伸びていくんだって。うわ、待って、あーって。弱っ、弱っ、弱っ、なんか倒されたシールドのやつ。そう、塗り師撃てえな。塗り師撃てえ、塗り師かわせねえんだな。どうしたらいいんだ。あれをなんか倒したらいいんだ。待ってー、モロシ死にすぎだろ。なんでそんななんだろう。やべえ、やべえ、これあー、なるほど。はい、はい、はい、この、あの、あら、もう、誰ウリシのさ、もう、うまいよ。そう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 。いや、何やさ、バリア、バリアの中にいたら、多分なんかそのバリアの心配を打てる。俺もあんまり分かんない。あ、違う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 、あの、ミラモンレーザー。そう、俺に攻めんわ。一応見尽くしたらいいようになってる。あ、またロングなんかロングアイテムだったのか。なんかロングアイテムだったらってみたら、ほら、はい、倒した。ロングアイテムめっちゃ撃ってる。ロングアイテムやばい。今日ゲーマーだな。ロングアイテムやばい、やばい、運営されてる。やばい、あらもう、ワードシーターやらんか。もう、二人組んだけど、マスターズームやらんか。あ、やばい、どんな人だったの。あら、いい動きが分かるわ。分からんどいな。あ、オロブワイズ、ね、ミスターはね、本戦してるとこに行かないから。ゲリだから。うわっ、行きましょう。ロングワイフ今日強いぞ。いや、無理たくったよ、ラスト。いや、俺もちょっとラスト頑張った。ロングワイフが強かったぞ。見るとね、あー、ダメだ、強いわ。どうだ、結構。うわー、いやー、ついに負けたな。強いなー。
でもなんかあれじゃね、勝って負けて勝って負けて今2-2とかじゃない多分。めっちゃいい勝負やん。めっちゃいい勝負ジュースやん、ずっと無意味飛び出してる。これどうする、ちょっとチーム変えたりしてみる。変えてみる。いいよ。おい、今一番うまいの誰？アランチーム。アランチーム長津のうまいわ。アランチームと長津チームの分かれてトリックいっちゃっていいね。リピアのなんかこう、そう、今見て、見た上でトリックを。トリックしてると。ガジミューティー早っ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 自分を取れ。サナピ呼ばれず、自分を取れよ。サナピ呼ばれず。よし、じゃあ、おー、逆だな。逆だな。自分が出たから。あ、じゃあ、サナガよし、来た。じゃあ、サナガ。タイキちゃんとアランがいたらもう強い。で、したらこれをケンシロ。だから、俺とレオ、これこれ入れ替えよ。あ、長くと5回ぐらい調査されたもん。4キルだ。俺だ、味噌だから。4キルだよね。
全員ローラーになりました。全員ローラー、はい、やばい。そうでしたか。でもちろん10の方がいいんじゃないですか。ローラーのカメラ口ってできんの。いくらくやったいけないよ。そんなあれやんないそんななんか頭バクらせるみたいな世界かな。そうラストでこれで取れますといい。オッケー。じゃあちょっとなんかいけようぜ。いいよいいよ。何行くよ。じゃあツアーのヘアメイク前半後半いいね。それはまじで。あれあれのガーデンガーデン。いやガーデンいいよ。結構早いからな。早いよ朝。去年の朝早いよ。そうあれはあれなんですよ。ヘアメイク7人で、ね、前半後半に分かれる。はい。あるんですけども。行きましょうか。あれ結構コンディションがやばい。よし勝った。勝った。ああ勝った。勝った。絶対勝とう。塗ります。塗りますやばい。塗りし。塗る。これだけ武器変えたもん。お前ですか。勝ちに行く。勝ちに行こう。あどうだ。塗る武器は。俺らの武器なんだ。お前らダメだよ。多いな。完全におとりです。さっきの吹き替え。違う。右から。塗れば塗るほど早く見せたら出てるんですよ。よし、行くぞ。いや、あいつら、やばい。アラン、めちゃめちゃ出してくるよ。いいよ、アラン、アラン、朝だから朝誰だ。アランの大事な朝が。面白かった。面白かった。さあ、すごい。そのことが
ちゃんと勝負されたね。いや、アランやっぱ強いわ。強かった。足回りがすごかった。やられたと思ったらアランだもん。なんかさ、ローラーでこう打ってもさ、なんかシュッと壊すのよ。壊すよね。シュッと避けるね。いや、長谷ずっと練習してんのよ。長谷もう次に備えてんだけど。どうでしょう。早っ。やったよ。やってみました。いやー、やっぱ普段からゲームチャット強いね。強いわ。セラピーもやっぱさ、最初はあるんだけど、だってもう後半はなんか高いもんね。ポイントでは負けてないんだよね。ポイント高い。すぐ良い。結構なんかね、そのチームワークが良かった。良かったね。だってもうさ、声で言ってこそ。ね、高いグラムじゃないですか。セラピー、キーパーのポジション。司令塔してる。司令塔、後ろから見てる。から。やばい。最後行こう。来てるよ。やばいやばい。オッケー、俺こっち行こう。逆にどうだったの？そのプラトゥーンやったことない人。そうだ、確かに。いや、めっちゃ面白い。面白かった。なんかスプラトゥーン独特だよ。独特だよね。なんか倒せばいいってわけじゃない。じゃないから。いいね。倒すだとやっぱ技術がさ、すぐたい。ああ、なるほど。エイムっていう狙いの強さだけど。これはちょっと違うからさ。勝負が。影でどんだけ塗ってるか。そうそう。そうだね。影で多分ずっと影で塗るの一番長かった。めっちゃ悔しいやろ。次やりたくない。いただきました、スプラトゥーン。はい、楽しかったです。楽しかった、マジで。スプラトゥーンになるゲームだな。いや、楽しいな、盛り上がるな。盛り上がるな。手がもう、あと本気で悔しいからいいよ。悔しい。もう何回でもやりたいの。楽しかったね。楽しかった。じゃあ、次は後半戦、頑張りましょう。はい、ゴーラーでした。バイバイ。メイク早いんだ。もうまあまあまあ、しょうがねえか。4人稼げてるやばい。絶対あとだもんね。でかい。